皆さんお疲れ様です。かなです。ご無沙汰しております。土日月火と4日間ちょっと空いてしまいましたが、今日から、キングダムハーツ358 days オーバー2やっていきたいと思います。先週金曜日にキングダムハーツ2が終了しまして、ちょっと何やるか迷ってはいたんですけれども、このまま、この358 days、進めていきたいと思います。いつも通りちょっと音の、ごめんなさい、ちょっと待ってくださいね。いつも通り音の確認と、あとはツイッターの方で始めますツイートしてからスタートします。大丈夫ですね。ゲームも OK。 それではツイートの方しますので、チャットお待ちください。ちょっと4日間空いたの結構久しぶりですね。なんか毎日キングダムハーツやってたから、すごい久しぶりのキンハーって感じです。楽しみにしておりました、非常に。OK。ツイッターの方もします。ツイートもしましたので、ここからじゃスタートしていきたいと思います。時系列としては、キングダムハーツの後のストーリーって感じですね。チェーンオブメモリーズの前のストーリーですね。はい。それでは、行きたいと思います。皆さん、GO!哀れ、心なきハートレスは心を集める。怒りのキーブレードは心を解き放つ。心は闇に集い、やがてキングダムハーツとなる。主を亡くした人の心が織りなすキングダムハーツ。我らはキングダムハーツと共に完全な存在となる。ロクサス、ロクサス、お前には心があるんじゃないか。それは俺にもわからない。でも心なんて見えるものじゃない、感じるものじゃないかなって思い始めたんだ。そうだな。あ、あのシーンは見ましたね。この今のシーン、ロクサスとアクセルの2人がシーソルトアイス食べながらね、語ってたシーン結構印象的だったな。因縁の戦いをしたビクセント、優秀な科学者。ここは13機関のメンバーの紹介か。協力、怪力を持つ無口な知性と非常さを秘めた初期メンバー。心に執着する冷淡な機関の機関、そうだね、月を浴びて強くなるっていう性質持ったやつでしたね。アクセルいいやつだったな。軽いノリで奏でるシタールを、水を、ちょっと早すぎてね、全部読めない。ちょっと私の読むスピードが遅すぎて。賭けとしていかなる勝負も、はいはい、そうだね、カード使いの達人でしたね、彼は。あー、懐かしいな、この辺は。この辺のメンツは。ラクシーン。
知りたいか。ヒョクタスという名を授けられた瞬間ですね。君は何も感じない、実感できない。意味が欲しいか。そっか、空っていうところから、ここね、ここ、目覚まし主人公、黄昏に揺れる光、新しい君だ。懐かしいな。記憶してるか。初めて会った時、お前に新しい名前がついた日、こうしてここから夕日を見たんだ。あ、ロクサスから、ロクサスなんだけど、13機関の今あの黒バスローブを来てましたね。最後変わってた。始まった。早いな。アクセルが遅いんだよ。今日で255日目か。なんだそりゃ。俺が機関に入ってから今日で255日目なんだ。意外と早かったな。日数なんか記憶してたのか。俺、機関に入るまでの記憶がなくて、最初の何日かはずっとぼーっとしてたから、それ以降のことはちゃんと覚えていたくてさ。最初の一週間くらいはろくに話もできなかったし、まあぼーっとしてんのは今でも変わんねえけど。ひでえなあロクサス、夕日ってどうして赤いか知ってるか。光にはいくつか色があって、その中でも赤が一番遠くまで届くからなんだってよ。どうしてアクセルが得意げなんだよこの情報を私最近知ったんですよね。赤い光だから遠く届く。それにしても遅いな。これから起きようとしている運命は、俺がここに来て7日目のあの出会いから始まってたんだ。今のが255日目で、13機関に入った時に遡るんだ。本日は記念すべき日となる。我々に新たな仲間が加わることとなった。14番目だ。キーブレードに選ばれし者。
生まれて7日間ロクサスという名前と13という番号だけが自分の全てだった。だからみんなが何者で何をしようとしてるのかも俺にはまだ分からなかった。いきなりここに生まれ落ちたんですもんね。で13機関の人に拾われて。しっかりやれアクセル。ああ、しっかりお役目果たしてくるぜ。行くぞロクサス。どうした、あいつのことが気になるのか。あいつは確かナンバー14シオン。シオンね。シオン、シオン記憶したかロクサス。ああ、じゃあ俺の名前はアクセル。俺たちのボスの名前はゼムナス。そりゃ忘れるわけねえよな。じゃあ行くか。アクセルがロクサスのなんか最初お世話係みたいな感じだったのかな。あ、え、お、どうだ、こんなのもあるの、あるんですね。なんかムービーだけかと思ったら、こんなのもありますね。こんばんは、夕日に乾杯、おすすめっす、おすすめっす。ほら、ご褒美だ。進んじゃった。ボタン押さないと進まないと思った。シーソルトアイス、前に教えただろ。ちゃんと記憶しとけ。記憶が結構曖昧なのかな。でも生まれたばっかりだから。ロクサス、お前この間も同じこと言ってたぞ。そうだっけ、よく覚えてないな。そういえばお前が機関に入ってもう1週間ぐらいになるか。そうかもしれない。かもしれないって、そんなことも覚えてないのか。まあお前もようやく機関のメンバーらしく任務に出るようになったってわけだ。機関のメンバー、そういう意味じゃ今日が始まりみたいなもんかもな。始まりか。13機関のメンバーみんな最初はこんな感じから、機関のメンバースタートしたのかな。毎日任務を受けるらしい。まだ何をしていいのかよくわからない。徐々に自分の目的使命をこう持ってったって感じなのかな、メンバーの人たち。文字を消す。ロクサスは任務の中でハートレスという存在を知ることとなる。任務に同行した機関医のマールーシャはハートレスを倒すことで出現するハートを回収してキングダムハーツを完成させることが機関の目的であり、それはキーブレードを持つロクサスにしかできない特別なことと話す。機関の目的はハートレスを倒して心を集めキングダムハーツを完成させること。それが何で何に使うのか、心が何なのかもわからない。機械は人の心のキングダムハーツと融合することで完全な存在になろうとしている。ゼクシオンは自分たちは心なきノーバディであるが、故に不完全であり心を求めるという。存在しないもの、ノーバディ。俺たち機関のメンバーは心を失って生まれた。心がなければ存在してないことになるのか。キーブレードデイ11。任務に同行したラクシーヌはロクサスがキーブレード使いであることを快く思ってないようだ。ラクシーヌはロクサスにキーブレードを使わせない訓練を言い渡す。キーブレードを使わない訓練をさせられたことで改めてキーブレードの有効性を知ったロクサスだったが、自分だけがキーブレードを使えることへの疑問は深まっていく。キーブレードは心を解放する。そんなものどうして俺だけが使えるんだ。
本当に何の記憶もないんだね。いろんなことを覚えても分からないことが増えるだけだ。もうどんどん時は過ぎていきます。閉じられた世界デイ中にロクサスはビクセンと共に任務、調査任務を遂行する。世界は他にもあって、それぞれのルールと様々な特色を知る必要があると話す。毎日同じ場所の往復、本格的な任務になれば他の場所にも行けるらしいけど、世界を隔てる壁は越えられない。だから俺たちは闇に抜け道を作るらしい。あったね、こういう話ね。デイ13、戦いの意味。なんかロクサスの日記みたいですね。ロクサスの日記見てるみたい。レクセウスは任務で頼れるのは己の力のみだとロクサスに説く。ロクサスはこれまでの機関の命令に従ってきたが、これまで機関の命令に従ってきたキーブレードが使えることは自分の力、自分にしかできないことと自覚し始めていた。機関の最後まで読めなかった。いいやつも嫌なやつもいるけど、みんなでキングダムハーツを完成させようとしてる。まだわからないことは多いけど、これから俺も自分の存在のために闇と戦う。うん、デイ14、友達。アクセル、やっぱり。今のは？今のはこの町の子供だろ。もう絶対いいやつだもんね、アクセル。見た目からして。みんなあんな風にするものなのか？あんな風にって？ああやってみんなでかけたり、それから騒いだり。そりゃ心があればするもんなんじゃないのか。心。俺たちもアイス食べるか。どうして？どうしてって、そりゃ友達だからさ。友達。友達は一緒にアイスを食べたり、くだらないことを話して笑ったりする。そんなもんだ。さっきのやつらみたいに。ほら行くぞ。なあロクサス、次の任務終わったらまたここでアイス食べようぜ。城と任務の往復だけじゃつまらないだろう。そうだな。友達か。無だったところから徐々にこうやってこう感情はないはずだけど、ノーバディだから目的とかを持ち始めたんだね。ロクサスはよくわからないままに任務を遂行していく。戦っとるね。デイ17から一気に22。残されたもの。しばらくこのアイスも食えないな。え？明日からしばらくここに来れないと思う。そうか。お前は友達だから言っとくけど、忘却の城に行くことになった。忘却の城？機関はもう一つ、狭間の世界に城を持ってる。それが忘却の城だ。記憶したか？そんなところがあるのか。忘却の城。今日は先帰るわ。いろいろと面倒くさい準備があるからな。チェーン・オブ・メモリーズのタイトルで舞台だったとこですね、忘却の城。当たりー、アイス当たりー。やった、もう一本食べれる。無言の同行者デイ23。アクセル、ゼムナス様からの伝言だ。忘却の城に行ったメンバーに裏切り者がいる。見つけ次第始末しろ。それ本当にゼムナス様からなんだろうな。
アクセル。これプレイできたりすんのかな、ところどころで。完全にムービーだけか。これどうしよう。そうだよね、どうしたらいいか知らないよね。知るはずもないよね。ロクサスはシオンと共に任務を遂行することを命じられる。フードを目深にかぶって表情のうっ、ごめんなさい、たどたどしくてごめんなさい。24声。うるさい奴らがいなくなってすっきりだよな。うるさい奴らって？忘却の城に行った奴らのこと。そういや、お前とプーちゃんは忘却の城の奴らとはそんなに関わってなかったな。プーちゃん？シオンのことだ、坊や。プーちゃん、かわいいな。ロクサス、任務だ。ちょっと謎ですね、シオン。先に帰還しててくれ。ロク、サス。え？シオン？ロクサスって呼んでいい？ああ。え、謎。すごい謎。シオン、プーちゃん。ロクサスか。デイ25、二つの鍵。ロクサス。今日も頑張ろうね。え、女の子じゃない、どう見ても。ああ、行こう。坊やって言ってましたよね、さっき。シオンもキーブレード使える。驚いた。シオンもキーブレードが使えるんだな。私もびっくりしちゃった。初めてだったの？初めてだったのこれ。じゃあシオンにご褒美だ。え？特別な場所。なんかどことなくナミネに雰囲気が似てる。知らなかった。はい、これちょっとずつ心を持ち始めた。シーソルトアイス食べてみて。うん、甘くてしょっぱい。でも美味しいだろ。いつも任務の後アクセルと一緒にここで食べる。いや、いい音。アクセルがこのアイス好きなんだ。サク。ロクサスも好きなんでしょ？うん。帰還に初めて来た時、アクセルとこの場所でアイスを食べたんだ。それから初めての任務の後、アクセルがご褒美だってアイスを食べさせてくれた。さっきのロクサスみたいだな。あ。二人は本当に仲がいいのね。アクセルは友達だから。友達。私も友達になれるかな。アクセルが戻ってきたら3人でアイスを食べよう。うん。なんか普通に心あるように見えますけどね。こうやって誘いたい、連れてきてあげたいと思ったわけだからね。デイ26、消滅。ルーザーさん、今日は見るだけ配信。イエイ。忘却の城で何かあったって話だけど。お前には関係ない。アクセルは？さあ、消滅したかもしれないな。忘却の城でソラとアクセルはね、出会ってますもんね。なあ、ハートレスが消えたらどうなるんだ？心が残る。
そして大いなるキングダムハーツに集まるって話。じゃあ心のないノーバディが消えたら？何も残らない。もともと存在しているものではないからな。忘却の城で消滅したメンバーも？何も残らない。消えたらもう会えないってことなのか？その通りだ。帰るぞ。え、ああ。なんだこれ。果てた。第27、闇の海岸。彼に会ってきた。ああ、ここね、ここね。はいはい。彼は君によく似ている。お前は抜け殻。いや、これが本来の姿か。名前を聞いたんだ。そんなものに意味はない。君はどうだ、本当の名前を覚えているのか？俺の本当の名前は。君がここに来て6日が経った。ゼムナストロクサス。時は満ちた。13機関のリーダーゼムナスですね。こっちロクサスでしょ、多分生まれたばっかの。なんて言った？口の動きだけだったらこれこれって言ってるようにしか見えなかったけど。目覚めるのか。勇者の記憶が全て剥がれればロクサスは帰ってくるという報告を受けています。全ては忘却の城次第ということか。計画通りシオンがキーブレードを使用できるようになりましたので、しばらくはシオンにハートの回収をさせます。計画通り？そっか、空が記憶を忘れたからロクサスも眠っちゃったんだ。で、49、眠り。今日は新しいワールドに行ったの。とても綺麗なワールドだった。今度ロクサスと一緒に行きたいな。じゃあまた明日ね、ロクサス。なんて綺麗な貝殻。いや、ナミネに似てるんですよね、やっぱシオンの雰囲気が。はいはい。ナミネに記憶を取り戻してもらうためにソラが眠る瞬間ですね。1年も眠ってたんだよね、デイ50。そろそろサボる頃だと思ったんだよね。すごい綺麗な色。マカロン色、マカロン色の貝殻。いや、この曲ね、なんて切ない曲なんだ。シオン俺どうしてたんだ？ずっと眠ってたの。いつ目が覚めるかわからないってサイクスが言ってた。
でもよかった。まだ頭がぼーっとしてるけど。タスカ、タスカ、はい。あ、違かった、アイスじゃなかった、シーソルトアイスじゃなかった、貝殻。任務に行くたびに拾ってきてたんだ。耳に当ててみて。貝殻って波の音ほんと聞こえるんでしたっけ、耳に当てると。なんかちっちゃい頃海辺に住んでた時に住んでた時あったのでやった記憶があるんだけど思い出せない。待ち人デイ51、貝殻ロマンチック。忘却の城に行ったメンバーの消息はまだわからない。ロクサスは単独での任務を言い渡される。成長したな、単独任務任されるようになったんだ。アクセル心配してるよね、多分ね。で、52、孤独。これもう心持ってるよね、ロクサス。孤独感じるんだもん。ロクサスは孤独なまま日々の任務を遂行していた。アグラバだ。で、53から71、再開。よ、ロクサス。はあ、ここあったかな、あったかも。久しぶりだな。なんだよ、そのキョトンとした顔は。アクセル、忘却の城のメンバーは全滅したって。俺、強いから。心配したんだぞ。心配？俺たちノーバディには心はないっての。俺、アイス買ってくる。心ある。ボスに報告しに行かねえとな。叱られっかな。まだ城には戻ってないのか。うん。どうしてここに？怒られる前には心の準備が必要だからな。心ないんだろ。ん。おい、アイス溶けてるぞ、早く食え。うん、なんかやっぱお兄ちゃんな感じですね、こうやって見ると。アクセルがいない間、ここでシオンとアイスを食べてた。シオンと？アクセルが帰ってきたら3人でアイスを食べようって約束したんだ。シオン、俺の友達なんだ。で、72、変化。あ、こんばんは、こんばんは、皆さんこんばんは。報告はどうした？もうちょっとねぎらいの言葉とかはねえのかよ。ナミネが行方不明になったという話は聞いている。いつの間にかいなくなっちまったんだ。今頃どこにいるのかね。アクセルが仕掛けたんだよね。部屋は全て探したのか。全て？全てなんて無理なことはお前もよく知ってるだろう。あの部屋は見つかったのか？見つかってたらちゃんと報告してる。それにしてもマールーシャが裏切り者っていうお前の予想は正解だったわけだ。うん、そうだね、アクセルが消したんですもんね、マールーシャのこと。あの城に送り込んだだけだ。もしかしてそれには俺も入ってたのか？まあ無事に戻ってきたならそれでいい。ゼクシオンを始末しておいた。お前の望み通りに進めておいたぜ、今のところは。お前、セックスはナンバーセックスか、青髪の彼ですね。お互い様だろ。アクセルもなんか明るくなった。そうか、だったら
あいつの影響かもしれないな。え？いや、こうやって二人で笑いながらアイスを食べられるのはお前のおかげだな。今日はシオン来ないのかな。なんか連絡どうやって取り合ってるんだろう。スマホとかじゃなさそうだし。デイ73約束。ロクサスはシオンがもう10日以上も姿を見せていないことに心配していた。シオンと交わしたアクセルと一緒に3人でアイスを食べるという約束もまだ果たされていなかった。どうしたんだろう。でもなんか13期間の他のメンバーたちが企んでる感じでしたよね。あ、シオン。シオン。ロクサス。シオン。ロクサス。今はあいつを倒す方が先だ。シオン、大丈夫か？ロクサス、怪我なかったか？ありがとう、大丈夫。でも詳しい話は後だ。とりあえず場所を移すぞ。え、ナミネと同じ声じゃないですかこれ。やっぱナミネに関係があるとしか思えない。シオン、ありがとう。あ、違う、ナミネじゃなくてあれだ、カエリの声だ。アイス溶けちゃうぞ。うん、雰囲気はシオン、ナミネとそっくりだけど。何かあったのか。声はカエリだね。悩みがあれば友達に話すもんだ。そうだよな、ロクサス。俺たち友達だろ。キーブレードが使えなくなっちゃったの。キーブレードが使えないと任務を遂行できない。一体何があったんだ。わからない。でもキーブレードでハートレスを倒さないと。ハートレスから心を解放できても、その心はまたハートレスに取り込まれてしまう。一時的にハートレスの存在をなくすことしかできない。私はハートの回収をしなければならないの。だからキーブレードが使えなかったら私用なしになっちゃう。なんとかできないのか、アクセル。なんとかって言われても俺にはどうしようもない。キーブレードがなけりゃハートを回収することはできない。このままじゃ私ダスクにされちゃう。どうにもならないのか。だからどうにもならねえって。待ってよ、何かいい方法があるのか。ロクサス、お前が頑張ればいい。え、どういうこと。シオンがキーブレードを使えるようになるまで必ず二人で行動すればいい。そうすりゃシオンがキーブレードを使えなくなったことは誰にもバレない。そうか、賢いな。ただ今までの2倍ロクサスが頑張らないとな。俺頑張るよ。そういう考え方ね。いいに決まってるだろ。でも困った時は友達に甘えるもんだ。そうだよな、ロクサス。友達、アクセルも私の友達なの？シオンがロクサスの友達なら、シオンは俺の友達だ。ありがとう、ロクサス、アクセル。いいから早くアイス食え。シオンはカエリのノーバディ
なのか。でもナミネっていう存在もいるしね、まあ、ナミネはちょっと特殊な生まれ方をしたんだと思うんですけど、絶対カイリーなんだよな声が。ロクサスとシオンはアクセルの提案通り二人で任務へ向かった。そこでロクサスはアラジンの親友だというジーニーと出会う。砂嵐の被害で困ってるアラジンを魔法で助けようとするジーニーに、ロクサスとアラジンが魔法には頼らないで、ジーニーは友達の意思を尊重して魔法を使うことを諦める。ロクサスは友達の意思という言葉の意味を噛みしめる。ジーニーとアラジンの関係はね、深いからね。友達とは違うんだよね。同じようなもんだ。親友か。強いて言うなら友達のワンランク上みたいなもんだな。これ小学校の頃悩んだな。友達とどう違うんだ。友達と親友って何が違うのか。俺には親友がいないからわからないな。そっか、悩んだな。小4ぐらい、小もっと小4じゃない、小5ぐらいの時に悩んだかもしれない。親友と友達の違いって、どこまでするのが親友な、できるのが親友なの。お母さんに聞いたな。時は満ちた、大いなる心がついに我々の前に姿を現した。怒り、憎しみ、悲しみ、そして幸せ、すべてが集いし心の結晶、それがキングダムハーツ。新たなる世界の創造が今から始まろうとしている。諸君、さらなる力を得るために、そして心を我がものとするために、集いし我々ノーバディの目的を忘れてはならない。心を集め、心を我がものとし、心に惑わされるな。俺たちって何のために戦ってるんだろう。何のためにって、そりゃ大いなるキングダムハーツのためにだ。お前も今日見ただろう。キングダムハーツって何なんだ。心の集合体だよね。キーブレードによって放たれた心が集まる場所だ。心が集まれば俺たちも心を得ることができる。心を我が物とするために。キングダムハーツって大切なものなのかな。何言ってんだ。心って大切なものなんだよな、きっと。おいおい、今さら何言ってるんだよ。でも俺には心がないからよくわからない。ロクサス、心があればきっとわかるようになる。だから俺たちは心を求めてるんだろ。そうか、そうだよな。Day95 Nobody。 生まれ育った時から与えられた使命に疑問を持つことってすごいことだな。ロクサスとシオンはいつもの場所へ向かう。そろそろ二人の任務遂行にも慣れ始めていた。頑張ってたんだね、二人分。ロクサスは同じノーバディなのに得意なことが違うんだな。そりゃそうだ、この3人いつも一緒だな。心のないノーバディなのに。心がないからといってそれぞれが全く同じってわけじゃない。人間だった頃の記憶もあるからな。タムロ場所みたいな、3人のタムロ場所です。そんなものあるのか。機関のメンバーになるようなノーバディは特別なノーバディだからな。一応人間だった頃の記憶を持ってる。俺にはない。私にも。そうだったの。お前たちは特別なノーバディの中でもさらに特別ってわけだ。他の13機関記憶残ってんの。俺か。そうだな、あんまり変わんねえ気もするけど。誰、元の人間誰。アクセル、覚えてるのが羨ましいよ。そうか、面倒なだけだけどな。誰がバディなの。
ノーバディとして生まれたばかりの頃の記憶もほとんどないから。ぼーっとしてるだけだったからな。いって笑えるようになったね。みんな、私もあんまり覚えてない。二人には共通点が多いんだな。やっぱ帰りだな、これは帰り。俺どんなやつだったんだろう。違うかな。いや違うか、まだわかんない。デイ96、シオンのキーブレード。サイクスから二人での任務遂行は今日までだと言い渡されたシオンは、未だキーブレードが使えないことを気に病む。そんなシオンにロクサスは自分のキーブレードを貸す。ありがとう、ロクサス。これ、返すね。何か思い出したか？わからない。でも、もう一度やってみる。やった！ロクサスのおかげだよ。早くアクセルにも教えて、びっくりさせてやろう。うん。よかったね。アクセル！おう！なんだいきなり。任務どうだった？ハートレスってのはなんであんなに面倒くせえ動きをすんだろうな。おかげで腰打っちまった。強いんじゃなかったのか？それとこれとは話が別だ。ね、お前らどうだったんだ？じゃあ戻った完全に。ロクサスとアクセルのおかげだよ。俺は何もしてないぜ。朝アクセルが二人で任務に行けるようにしてくれたじゃない。アクセルがいなかったらシオンはキーブレードを取り戻せなかったかもしれない。ありがとう、アクセル。シーソルトアイス一本でどうだ？え？それで今回の件はチャラだ。わかった、私アイス買ってくる。13期間はお給料制なのかな。こうやってずっと一緒にいられるといいな。そうだね。いきなりなんだ。毎日任務の後に3人でアイス食べて一緒に夕日を見られたらいいなって。まあそりゃ無理な話ってもんだろう。なんて言ったって俺たちはノーバディだからな。大切なのはみんなで毎日会うことじゃない。え？会えなくてもお互いのことをいつも考えている方が大切だろ。やっぱお兄ちゃんだな。記憶したか？何似合わないこと言ってるんだよ。うっせえ。デイ97、指導。こんばんは、シオンは帰りと一緒の声優さん。やっぱ間違いなくそうですね。シオンにキーブレードが戻ったことでロクサスにもいつもと変わらない任務の日々が戻ってくる。なんかシオンがキーブレード使えなかったのなんか13期間の誰かが関わってそう。デイ117、秘密。いきなり入ってくんなよ。ノックくらいしろ。シオンの動きはどうだ？別に監視してるわけじゃねえからわかんねえな。だいぶ親しくしているようだな。え？そんなことまでお前に報告しなきゃなんねえのかよ。用がないなら出てけよ。
今日はお前とシオンが同じ任務だ。そりゃわざわざお知らせありがとうございます。近いうちにまた忘却の城に行ってもらう。ゼムナス様の命令か。あの城にはまだ秘密がある。あの方でさえも知らぬ場所が。知らぬ場所、あの部屋のことだろ。今まで散々探して見つからなかったんだ。そう簡単に見つかるわけねえだろ。では一ついいことを教えてやろう。シオンはあの城で生まれた。ナミネと同じあの城で。ナミネとシオンが生まれた場所、お前が行きたがりそうな場所だろう。どうだか。あの城に行きたいのは俺じゃなくてお前の方だろ。ゼムナスが探し求める部屋、そこに行けばゼムナスの真の目的がわかるってか。眠りの部屋と対をなす目覚めの部屋、ゼムナスには誰にも言っていない真の目的がある。その手がかりが目覚めの部屋にあるはずだ。それをつかめば優位に立てる。俺たちの目的においてもな。ビクセンもゼクシオンもお前にとっていずれ邪魔な存在になる。だから先に手を打った。お前が機関のトップになるためにな。反ゼムナスなんだ。汚れ仕事は俺が引き受ける。二人は。だからお前は上に行け。忘却の城へは近日中に単独任務で行ってもらう。そのつもりでいろ。忘却の城、ナミネ、シオン。なんかアクセルはちょっと自分だけのなんか別の目的を少しずつ持ち始めた感じですね。ロクサスとシグバールは新たなワールドの調査任務へと向かう。調査の目的を聞くロクサスに、シグバールは機関入りできる存在がいるかを調査するのだという。ノーバディの中でも特別な存在だけが機械になれる。その中でもロクサスとしてはさらに特別なノーバディであると伝えられたかな。アクセルはロクサス遅いね。シグバールにいじめられてなきゃいいけどな。そうだね。あのね、アクセル。ん？こうやって夕日を見て話をしていると、ずっと昔にね、こうやって誰かと夕日を見ながら話をしたことがある気がするの。海を見てもそんな気持ちになる。そう、海で波の音の聞こえる場所。なんかやっぱ帰りとしか思えないな。そこでこうやって誰かと話をした気がする。それって記憶があるってことか。ううん、そういうんじゃないんだけど、わからない。もしかしたらこれが記憶なのかな。さあどうだろうな。記憶かどうかもわからないんだね。アクセルには記憶があるんだよね。一応な。持ってても何の役にも立たないけどな。ロクサスも私と同じで記憶がない。ロクサスと私、ノーバディになる前も似てたのかな。いや、めっちゃいい曲、この BGM。めっちゃいい曲でした。月。118退屈。初めての休暇。任務遂行を日常としていたロクサスは何をすればいいのか分からず、あてもなく城の中を歩き回っていた。112日目にして初めての休暇。やってらんない。出会ったアクセルやシオンに休暇の過ごし方を聞いて、もうしっくり来なかったロクサスは結局いつもの場所へと
足を向けるかな。たまり場だ、三人の。やっぱりここか。アクセル。毎日アイス食べて私みたいだな。よく寝た。町の子供たちは夏休み。いや、夏休みはもうちょい先か。夏休み？なんだそれ。30日くらい休暇が続く人間のお楽しみさ。30日も？そんなに長いと何していいのかわからないな。1日でも何をしていいのかわからないのに。そんなことないぜ。たっぷり宿題も出されるし、毎日遊ばなきゃならないし、やることがいっぱいであっという間だ。7日間くらいならいいかな。まあほとんどは友達と遊んで終わるな。大抵夏休みの終わりにたまった宿題を一緒にやる。なんだか楽しそうだな。友達と一緒に遊ぶのは楽しい。ノーバディになってから忘れてたな、そんなの。でロクサスは何してた？二人ともやっぱりここにいたんだね。シオンはどこに行ってたんだ？どこにも行ってないけど。二人は？みんなアイス持って集合。どこに行ってたの？アクセルはずっと寝てたってさ。何それ、もったいない。俺はお前らと違って毎日忙しいから疲れてるんだよ。それじゃあロクサスと私が疲れてないみたい。しっかり友達だね。夏休み楽しかったな、小学校ぐらいの時。また明日から任務だな。ああ、またお休みあるといいね。そういや、またしばらく会えなくなるな。え、何日か調査に行かされるらしい。どこに？秘密。なんだよそれ。極秘任務だからな。私たちにも言えないってこと？友達にも言えない秘密くらい誰にもあるもんだ。記憶したか？秘密？記憶したか？冗談だ。あんまり任務についてペラペラ喋るとサイクスがうるせえからな。お前たちも気をつけろよ。わかった。俺がいない間にヘマすんなよ。しないわよそんなの。どうだかね、お前ら頼りないからな。ひどい。私たちだけでも大丈夫。そうだよ、ちゃんとやるって。アクセルはサイクスと裏で何を企んでるんだろう。シオンのことについて。ようやく帰ってきたのか。休暇に何しようと俺の勝手だろ。全部お前に報告しなきゃいけないのか。あの二人と親しくなりすぎるの。はいはい、分かってますよ。お前変わったな。こっちとはビジネス付き合いって感じですね。ロクサスとシオンとはなんか友達関係って感じ。本当に大事なものが弱点になる。ロクサスは任務中にザルディンが言ってたことをシオンに話し、その意味を考えるが答えは見つからなかった。そして任務を遂行する日々のロクサス。大事なものっていう意味が分かんないのかな。大事なものってなんだろうって。そもそも無だったわけだからね。一方その頃アクセルは極秘任務を遂行していた。初見です白駒さん、こんばんは。皆さんこんばんは、ありがとうございます。デイ149149149日目。よロクサス。アクセル、いつ戻ったんだ？ついさっき帰ってきた。どうだ、うまくやってるか？うん。シオンはどうした？まだ来てない。うん。いつもならそろそろ来る頃だと思う。
シオン、遅いな。そういえばキングダムハーツ2でシオン出てこなかったよね。あいつ大丈夫かな。あ、リック、150日目、恐れ。孤独に戦ってるね。もう一度お願い。我々はそれほど暇なわけではない。やはりお前が失敗作だったというだけのことだ。シオン、シオンはどうした？今日も来てない。そっか。アクセル。ん？アクセルは失いたくないものってあるか？失いたくないもの？なんだ急に。今日失いたくないものを持つ奴に会った。そいつはそれがすごく大切なもので、ザルディンはそれが弱点になるって言ってた。俺にはそんなものないなって。心がないんだから当たり前だ。そうかな。例えばデミックスはスタールを取り上げたらきっと嫌がるだろ。まあそういうことになるな。心がなくても失いたくないものはあるってことか。うん。だとすると俺たちノーバディにとって失いたくないものは過去の記憶かもしれない。過去の記憶が失いたくないものを作る。過去の記憶、俺にはそんなものない。お前に過去の記憶がなかったとしても失いたくないものはあるはずだ。例えば？機関に来てからの記憶はどうだ？わからない。でもそうだな、アクセルとシオンのことを忘れるのは嫌だ。失いたくないものっていうのはそういうことじゃないのか。誰にでも、俺たちノーバディにも失いたくないものはあるってことだ。アクセルにとってもそう、ロックサスがそれだったんだよね。心がないのに怖いって。友達がアクセルとシオンがいなくなったら、いや、俺の中から二人の存在が消えたら怖い。俺たちに怖いなんて感情は存在しない。でも今俺は怖い。もしお前がそういうふうに思うなら、怖いってことを記憶のどこかが覚えているのかもしれないな。で、151、苦悩。偶然同じ認知となったロクサスとシオン。シオンは、偽機関員を倒す任務に失敗してサイクスに、罵られて落ち込んでいた。かける言葉を見つけられないロクサスにシオンは帰宅に振る舞う。そしてロクサスはシオンを励ますつもりで一緒に。読めない。最後まで。一緒にアイスを食べに行った。たむろしてるいつもの場にアイスを食べに行った。落ち込んでるね。遅いな。
俺たちが早く終わりすぎちゃったのかもな。お前は誰だ？なぜキーブレードを使う？あなたこそなぜ機関を装うの？親友の眠りを邪魔させないためだ。お前が何者かは知らないが、所詮偽りでは俺には勝てない。このキーブレードまやかしだ。このキーブレードが偽りだというの？勝手なこと言わないで。強いな、リク。かっこいいな。悪いことは言わん。早く奴らの元から離れろ。優しい。なんだろう、なんでシオンのこと見たときびっくりしたんだろう。あなたこそ偽りじゃないの？うん、確かに俺の方こそ存在しないものなのかもな。心あるね、もうシオンは。シオン、シオン。どうしたんだ？ごめん、ちょっと考え事してた。ねえロクサス、私たちどうしてこんなことやってるのかな。どうしてって、心を手に入れるためにだろ。心ってそんなに大事なものなの？わからない。でも心があったら、どうしてこんなことをやってるのかわからないなんて考えなくなるんじゃないか。そうかな。わからない。どうして私機関にいるんだろう。最近変な夢ばかり見るの。変な夢？どんな夢だったかは覚えてない。でもなんだか怖い。シオンと俺は特別なノーバディだってシグバールが言ってた。特別？それって私が失敗作ってことと関係あるのかな。そういう意味じゃない。もし私がロクサスと同じように特別だとしても、ロクサスと私はきっと違う。自分の存在意義がわからなくなってきてる感じですね、シオンは。ブロックさん、こんばんは。いよほほー。こんばんは。いよほほです。よ、ロクサス。アクセル、シオンは今日もいないのか。さっきまでいたんだけど。ここのタムロ場に来るか来ないかで、なんかみんながなんかどんな心境なのかっていうのが分かりますね。毎日集まってたわけだから。デイ150にスイッチ。空出てきましたね。ロクサスは様子のおかしかったシオンのことを考えていた。そこに現れたアクセルは何かあったのかと気遣う。アクセルが言うには女の子は複雑で、押してはいけないスイッチがあるそうだ。シオンの間違ったスイッチを押してしまったのではないかと思い悩むロクサスに、シオンは大丈夫だとアクセルが元気づける。
いや、わかんないよね。すべての記憶なくしてるのにさ、女の子のスイッチ言われても。で、153。読めなかった、またしても。ロクサスとデミックスは、フィルがヘラクレスに厳しいトレーニングをつけているのを見ていた。フィルは、期待の分だけ厳しいトレーニングになるのだという。それを聞いたロクサスは、機関が自分に厳しい任務を課すのは期待していることなどだろうかと考える。しかし、そもそもロクサスには期待という言葉の意味がよくわからなかった。シオンと変な別れ方をして以来、ロクサスは任務の後のアイスを一人で食べる日が続く。女の子の変なスイッチ押しちゃったのかな。いや、そんなことない。多分悩んで、普通に悩んでたんだよね。任務から、帰還しようとしていたロクサスは、大切なものを守るために戦い、傷ついた野獣とそれをいたわるベルの姿を目撃する。二人の間には愛という感情が芽生えていた。愛の力はくだらないと、断じるザルディン。その力は何なのかと問うロクサスに、ザルディンは心のないノーバディに説明しても無駄だと言い放った。いつもの場所。ロクサスはアクセルにも愛について聞いてみるが、答えは得られなかった。キングダムハーツが完成して心が得られればわかるものかもしれない。そう思いながらロクサスは夕日を見つめる。いや、私も未だに、愛はわかるよ。愛は。172。ロクソードと任務に就こうとしていたロクサスは、シオンが再び任務の失敗によって眠っていることを聞かされる。シオンのような出来損ないのことは気にするなというサイクスの精神を振り切って、ロクサスはシオンのもとへと走り出す。友達だからね、心配なんだシオン。よ。もう哲学だよね。愛って何？友達と親友の違いって何？ってもう哲学知ってるようで、多分私分かってないかも。そんな言い方ねえだろ。言ったはずだ、深入りするなと。どうしてもシオンのことが引っかかるんだよ。何かあるなら俺には隠さないでちゃんと話しておけよ。アクセルも知らおないん前だ。は俺に隠さず全て話しているというのか。お互い様ってか。シオンに機関員の資格があるはずがない。どういう意味だ。見たままだ。これ以上俺から言うことはない。この二人のね、声が好き。イケボ、イケボです。めっちゃ好き。ロクサス、シオンがロクサスが眠ってる時にやってあげたように、ロクサスもシオンに貝殻届けてあげてる。アクセルはサイクスから聞いたというシオンの話をロクサスに伝える。今後のシオンの、働き次第では出来損ないといったことを撤回してもいいと。しかしそれはロクサスを気遣ったアクセルの嘘だった。で、174。奮起。あー、懐かしい。ロクサスの任務をいたずらで邪魔するロック。ショックバレる。いたずらをして驚かすのが楽しいのだというが、ロクサスには理解できない方。ロクサスはシオンの分も頑張って任務を成功していく。もっと聞きたかった、あのハロウィンソング。で、193。目覚めるシオン。やっぱ帰り。やっぱ帰りのノーバディ。おはよう、シオン。おはよう。かわいい。急に起きるからびっくりした。ごめんね。置いといてくれたんだ。聞こえる？波の音が聞こえる。
私どれくらい眠ってたの？20日ぐらいかな。そんなに？ああ、なかなか目を覚まさないからアクセルと心配してた。心配かけてごめんね。私たちには心がないはずなのに、どうしてこんな気持ちになるんだろう。ねえ、そういえばロクサス、今日の任務は？え？あ、これから行くつもりだけど。私も一緒に行きたい。まだ寝てた方がいいんじゃないのか？大丈夫ね、連れてって。ああ、わかった。ああ、久しぶりに3人揃った。シオン！大切な桃になんだから絶対返してよ。シオンは俺に任せろ。分かった。結局また倒れたのか、失敗作目。そんな言い方ないだろ。黙ってろ。いや、かっこいい。今のかっこいいな。お前は変わってしまった、うん、忘却の城で一体何があった？もう過去を捨てる気なのか？アクセルもシオンが心配なのか？当たり前だ。なんか変な感じがする。どういう意味だよ。アクセルって面倒くさいこと嫌いだろ？なあロクサス、俺たちはなんで毎日あんなところで3人一緒にアイスを食べてるんだろうな。え？これといって用もねえのにさ、普通に考えたら面倒くさいだけだろ。どうしてだろう？教えてやろうか。それは俺たちが親友だからだ。親友？ちゃんと記憶しとけ。俺たちは親友だ。そっか、そうだよな。聞いてた。ありがとうアクセル。嬉しいね、嬉しいね。こんなこと言われたら。もう大丈夫なのか？ちょっとめまいがしただけ。心配かけてごめんね。あんまり驚かせんなよ。うん、いや、完全に強い絆が結ばれたね。勝った。二人ともありがとう。硬そうなベッドですね。しかしワクス、あ、こんな高いところ座って危ないよ。ワクセルの声聞けなくて悲しい。ああ、あ、3人の絵も描いてたんだ。ナミネ、ナミネ描くの好きだったね。で、194帰ってきた日々。アバウトナミネベベビ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 、読めなかったですね。ロクサスとアクセルは任務で以前ロクサスが空を飛んだというワールドを訪れていた。ロクサスはティンカーベルと再会して空を飛びたと、光る粉をかけてもらう。浮かび上がるロクサスだったが、アクセルに変化はない。ロクサスは飛べると信じれば飛べる、俺を信じろとアクセルに言う。アクセルはロクサスを信じることでふわりと宙に浮き上がる。ロクサスとアクセルは空を飛んで任務を遂行する。なんか空と同じようにいろんなワールドでいろんな経験をしたんだね、ロクサス。ロクサスは任務の日々を過ごしていく。いろんなワールドに行って空と同じようにいろんな人たちをこう
影から見てた、なんか学んでたんだね。そこから何かを感じてたんだね。異変、デイ224。うまくいっていないようだな。ノーバディの影響だと思います。ノーバディか。どんなに記憶のかけらをつなぎ合わせても、外に記憶が流れ出してしまったら、すべての記憶は返ってこない。流れ出した先で別の記憶とつながってしまったら、元の場所に戻れなくなってしまう。記憶が少々欠落したところで問題はあるまい。それが彼の目覚めに重要な鍵だとしたら、そういうわけにはいかない。鍵。空と空につながる者たちの記憶を操る魔女。ナミネ、お前には何かが見えているのか？もし別の記憶とつながってしまったら、彼女はきっと耐えられない。彼女？ねえ、アクセル。なんだよ。アクセルは忘却の城って言ったことあるんだよね。うん。シオンのこと？一体何があるの？帰りのこと？何があって、機関の研究施設があるだけだ。研究施設か。みんなよく行かされてるよな。特にアクセルは。でも私たちは行ったことない。そりゃ行く必要がないからだろう。私もう帰るね。シオンの靴だけ先っぽが尖ってる。シオンのブーツ。あっ、あっ、まだ体の具合が悪いんじゃないのか？ううん、そんなことないよ。危ない危ない。そうだ。なんだよいきなり。急に高く思えてきた。ここ高いですね。この場所。海？どうして急にそんなこと？たまにはみんなで遊ぶのもいいだろう。友達と過ごす休暇ってやつか。そうそう。私行けるかな。何言ってるんだよシオン。パッと遊ぼうぜシオン。海にこのバスローブは似合わないぞ。そうだね、そうしよう。水着だぞ海と言ったら。海のシーンが見れる？海でみんながはしゃいでるシーンが。で225。シオンは元気のない様子でアイスも食べずに帰ってしまう。心配したロクサスはアクセルに聞いてみるが、大丈夫だろうとそっけない返事が返ってくる。ロクサスは昨日交わした約束、3人で海へ行けばシオンも元気になるんじゃないかと考えていた。うん。そしてシオンはサイクスが、記した忘却の城に関する情報を見つけるのだった。なんだろう、その情報とは。デイ255。一気に進みました。長い一日。アクセルを昨夜忘却の城へ向かわせました。例の件を進めさせています。同時に残っている施設の処分もさせています。そろそろ帰還するでしょう。ナミネの行方は？依然分かっていません。はは、どこに行っちまったんだか。シグバール、お前何か掴んでいるんじゃないのか。報告を続けろ。メインコンピューターに不審なアクセスの形跡がありました。誰がアクセスしたのか分かってて言っているんだろう。どうせプーちゃんはどんどん似てくるな。何の話だ。あれは我らの意のままに動いているだけだ。ははっ、そうか、そういうことか。何がおかしい。心のない奴は違うね。
何があろうとも我らの計画に変わりはない。アクセル、ロクサス、そしてシオン、彼らが動くこともまたキングダムハーツの意志なんだ。しかしシオンは。放っておけ。順調すぎるほど順調なことがお前には見えていないのか。シオンが本来の目的に近づくにはまだ時間がかかるようだ。我々は何もする必要はない。ただ注意深く見守るのだ。何に利用されようと してるんだシオンは。まだ分かんないですね。監視されてるね。でも頭が痛い。お前がここに戻ることはないだろう、シオン。忘却の城に来たんだね。アクセル、どうしてここに。たまたま命令を受けただけだ。もうここには何もない。嘘。ここには私の生まれた秘密があるはずなの。任務はどうした。勝手な行動を取るな。命令に反するとダスクにされるから。ダスクにされるくらいならまだいい。お前は消されるだけだ。私が役立たずだから。そうじゃない。帰るんだシオン。少しずつだけど人間だった頃の記憶が戻ってるの。そんな記憶思い出しても意味はない。毎晩夢を見るの。夢の中にアクセルもいたよ。俺がお前の過去の記憶の中にいるなんてありえない。それはただの夢だ。そんなことない。私この城でアクセルと会ったよね。会ったことはない。帰るぞシオン。ロクサスが待ってる。お願いアクセル、私は知りたいの。私が誰なのかを。そうだよね。やめろ、行くなシオン。自分が誰か分かんないなんてね、苦しいよね。早いな。アクセルが遅いんだよ。今日で255日目か。なんだそりゃ。俺が期間に入ってから今日で255日目なんだ。あ、これ冒頭のところに繋がるわけだね。日数なんか記憶してたのか。俺期間に入るまでの記憶がなくて、最初の何日かはずっとぼーっとしてたから、それ以降のことはちゃんと覚えていたくてさ。最初の一週間くらいはろくに話もできなかったし、まあぼーっとしてんのは今でも変わんねえけど。ひってえ。なあロクサス、夕日ってどうして赤いか知ってるか。光にはいくつか色があって、その中でも赤が一番遠くまで届くからなんだってよ。どうしてアクセルが得意げなんだよ。悲しげな BGM なのか、なんかちょっと気になるな。それにしても遅いな。何があったんだ忘却の城で。
私は、私じゃなかったの。256日目、報告。円卓に集められたメンバーたちにゼムナスからシオンの失踪が告げられる。続けてゼムナスはシオンの行方を追うことも禁じた。ゼムナスの決定に納得できないロクサスはシオンを連れ戻すべきだと抗議するが、時が来れば全て明かされる。ゼムナスの言葉で会は締めくくられる。第257、空虚。私は私じゃなかったのって、どういうことだ。シオンのいない日々が続く。アクセルも来なくなったいつもの場所でロクサスは一人アイスを食べる。なんかアクセルもちょっと板挟みで少し苦しい状況なんじゃないかなってちょっと思いますね。276、混乱かな。記憶。シオン。あ、シオンの靴だ。これは。シオン、え、本当はこうなることが分かっていたはずですよ。どういう意味だ。ああ、ここにたどり着くまであなたは記憶の世界をいくつも通ってきたけれど、そこで出会ったのは闇の存在だけだったはず。あなたの心には闇の記憶しか残っていないのです。故郷の思い出は消えたはず。嘘だ。俺はみんなをちゃんと覚えて、俺の大切な友達なんだ。その友達を捨てたのは誰ですか。自分の行動を忘れてたですか。あなたは故郷を壊したのだ。私は一体誰なの。リクは誰なのか分かってるの、シオンのことが。また会えたね。約束覚えてるか。覚えてるよ。ソラのことを約束したよね。ごめんなさい、約束が守れてないかもしれない。一体何が起こっているんだ。ソラの記憶が足りないの。どういうことだ。ソラの記憶が空の脳波でいいから外側に流れ出してる。彼女にどんどん空の記憶が吸収されているの。空の記憶だけを元に戻すことはできないのか。記憶のかけらだったら取り出すことはできると思う。でも彼女の記憶と空の記憶のかけらが完全につながってしまったら、元に戻すには今の空みたいに長い時間がかかる。そしたら空が目覚めるためにはもっとたくさんの時間がかかってしまう。それをリズはきっと許さない。どうにかできないのか。もし彼女の記憶を組み替えたら、空が目覚めた時に空を知る人が誰もいなくなってしまうかもしれない。そんなこと私にはできない。もう手遅れなの。空の目覚めは予定よりも随分遅れてる。空のノーバディとその記憶を吸収するもの、二
二人とも私たちの予想以上に自我を持ってしまった。多分もう二人が消えないと空は目覚めない。彼女の顔はもともと見えてなかった。でも今ははっきりと見ることができる。彼女が空の記憶に入り込んでいる証拠だと思う。空の記憶と、なるほど、空のノーバディの記憶、それから彼女の記憶、全部がぐちゃぐちゃになって一つにするための方法はもう他にないの。二人を消すしかないってことか。ロクサスとシオン、もうでも自我持って、もう自我持ったら存在しないものじゃないよね。もうただの、私は存在してはならないの。お前はどうしたいんだシオン。私は二人と一緒にいたい、ただそれだけなんだよね。じゃあ戻ってきなよ。でも今のままじゃ戻れないね。どうすれば二人と同じになれる？なんか久しぶり。そうだったか。今日任務で海に行ってきた。そこでシオンによく似た女の子を見かけた気がする。でも気のせいだったのかな、よくわからないんだ。今日の任務、いや、なんて切ない曲なの。本当のことだったのかどうかも、ついさっき目覚めたような気もする。この前約束しただろ、三人で今度の休みには一緒に海に行こうって。だからかな、今日行った海にシオンがいたような気がしてさ。探してみるか。お兄ちゃん、明日から任務の後にここに来るまでの間シオンを探そう。親友だもんね。そうしよう。デイ277、捜索。任務で訪れたワールドでロクサスはいつも曖昧なことを言う。チャシャ猫と出会う。出会った。問いかけるロクサスに、チャシャ猫は何を信じるか自分次第、心を赴くままに決めればいいと言う。心があればシオンのことも全部うまくいくのだろうか。しかし心のない自分が何を信じて決めればいいかとロクサスは考えてしまう。ロクサスとアクセル、それぞれしてシオンを探す日々が続く。ビーストキャッスルだね。ロクサスとアクセル。デイ200。ああ、進む、進む、進む、進んです。進むんです。296。告白。告白。やっぱりダメか。まだ探してない場所はないのかよ。行けるところは全部探した。そうか。まだ行ってないところは、忘却の城だけだ。シオンは忘却の城に何があるのか知りたがってた。それにシオンがいなくなる前の日、シオンが重要な任務を任されたって言ってたよな。ああ、だが今
あそこには何もない。でもシオンはいるかもしれない。シオンは忘却の城で生まれたらしい。え？だから忘却の城に何があるか知りたがったんだろうな。そんなの知らなかった。俺だってついこの間知ったとこだ。忘却の城、シオン。まだ見えない私は忘却の城で生まれたから何なのか。ここが忘却の城か。接触で297連れてきたんだね、アクセルが。ロクサス、頭が痛い。大丈夫か？一旦戻って。大丈夫だ。ここにシオンがいるかも。なんだこれ。これもしかして誰かの空の記憶で作られてるって言ってなかったっけ。忘却の違うか。いろんなものがなんかそれと関係してんのか。これは記憶が空やシオンの頭の中に流れ込むのはそういう理由。待って、何かあと少しで何か。もう終わりか。だらしないな、リク。リクの記憶が。大丈夫か。俺どうしたんだ。あの城の入り口でいきなり倒れたんだよ。覚えてないのか。城に入ったところまでは覚えてる。もう少し休んでろよ。大丈夫だ、忘却の城に戻ろう。無理すんなって。誰だ。え、シオン。シオン、どうしたの。シオン待て。誰。邪魔するな。待て待て、ロクサス。途中から気づいたんですけど、靴がみんな特徴的だったの気づいた。一人一人、一人一人かは分かんないけど、少なくともこの3人は靴の形が違う。アクセル、ソラ、シオン。忘却の城に現れたんじゃなかったのかよ、シオン。あ、今のリクか。シオンじゃないだろう。最初に逃げた方はシオンだと思う。でもどうして。帰りたいか。リクは消せないんだね、シオン。空助けるためにシオンとアクセルじゃないや、ロクサス消さなきゃいけないけど、ためらってる感じですね。シオン、アクセルと一緒にずっと探してたんだ。そっか、ごめん。一緒に帰ろう。自分で帰ればきっとサイクスだってうるさいことは言わないさ。あいつが何か言ったとしても俺が守る。俺とアクセルがシオンを。帰れないよ。どうして、なんでだよ。待てよ。
ようやく見つけたぜ、シオン。アクセル、やめろ。なんで？やめろ！シオン。なんで？299日目、空。本当にこれでよかったのか？お前がそんなことを口にするとはな。あの人形とロクサス、お前はどちらが大事なんだ？ロクサスか。質問を変えよう。シオンか。お前らのくだらない友情ごっことロクサスの消滅、どちらが大事なんだ？すべては元に戻った。これでよかったに決まっているだろう。ゼムラスもここ最近の計画変更に苛立っている。すべて元に戻すんだ。俺たちの目的のためにもな、リア。リア？元の名前？アクセルの。聞きたいことがある。なんだ？シオンがどうなったか教えてほしい。シオンは大事な機関メンバーだ。今は休息をとっている。心配するな。そうな。生まれた時の記憶ですね、今のは。空って誰なんだ？つながりだ。つながり？君とシオンは空によってつながり生きている。だからシオンをメンバーに加えた。機関にシオンが残ってほしいのならば、君自身余計な疑問に惑わされるな。シオンは明日から任務に復帰してもらう。君も早く今日の任務に出るんだ。分かった。じゃ、ボスだけどリーダーだけど分かりましたとかじゃないんだね。敬語じゃないんだね。よう、ロクサス。ヤクセルはロクサスを消されたくない代わりに、シオンとロクサスへの対応は、シオンを連れ去ったのか、あれでよかったのですか？シオンは今当初の計画から外れたところにある。しかし面白い効果を生んでいるようだ。効果？鍵だ。シオンは予想通りロクサスの影響を受けた。我々にとって望ましいことではあったが、それ以上にロクサスを通じ空の影響も受け、自我を持ちすぎてしまった。ここで計画は失敗かと思っていたが、逆にシオンは空の記憶の一部を閉じ込めている存在とも言える。このままシオンをロクサスのそばに置いておけば、ソランは目覚める。なるほど。ではあの偽物は？これ以上ロクサスに接触させるな。シオンがより完全な存在になるための不純物に過ぎん。ならば全ては元の計画のままに。
リクは空を目覚めさせるために一人で戦ってるね。私はどうしたらいいの、リク。かなりちゃんとソーシャルディスタンス保ってましたね。13機関のあの会議室は。いろいろあるさ。それが人生だよ。生きるってことだよ。そんな。何が起こったのだ。空の記憶が止まってしまった。どういうことだ。このままでは空は目覚めません。強硬策を使うしかあるまい。でも無理やり起こすってこと。ノーバディは存在してはならないもの。お前も分かっているだろう、ナミネ。はい。シオンとロクサスを消すってことか。誰もいない場所？301で301。いい音。サクサク、美味しそうな音。一気に進んだ。321、失われゆく力。あったね、この詩覚えてるよ。記憶がどんどん戻ってくね。なんだこれ。シオンが機関に戻って以来、ロクサスの力は日に日に弱まっていく。まるでロクサスの力が弱まることでシオンの力が強くなっていくようだった。ロクサスはキーブレードを使うことに労力を感じ始めていた。本当に大丈夫なの？なんか変な感じだな。え？シオンに心配されるなんてさ。ちょっとそれどういう意味？いつも俺がシオンの心配をしてるのに、今日は逆にシオンから心配されて、なんか不思議な感じがする。私だってロクサスの心配くらいするよ。でもあんな形だったけど、シオンが戻ってきてくれてよかった。アクセルは来ないのかな。さあどうだろうな。喧嘩でもしたの？あいつ、いきなりシオンを攻撃するなんて。あいつってアクセルのこと？でもアクセルがああしてくれなかったら、私は帰ってこれなかった。二人は親友じゃない。シオンだって親友だ。3人でアイスが食べたいな。なんかロクサス自我を持ち始めたからか、目がすごいしっかりしてる。顔が、表情がしっかりしてた気がした。ロクサスの様子がおかしいの。何か知ってる？最近キーブレードを使ってると疲れちゃうんだって。それで今日は私がロクサスみたいに戦ったの。
ロクサスのことはお前の方がわかるんじゃないのか。どういう意味？お前はどう思うんだ、シオン。わからないよ。わからないか。それはお前が人形だからか。もう知ってるんだろう。もともとお前はロクサスの力をコピーするために作られたレプリカだった。もしロクサスの力が弱まり、お前の力が強くなっているんだとしたら、必要以上にお前がロクサスの力を吸収しているのかもしれないな。人形って本当にそういう意味だったんだ。私はどうしたらいいの？自分で考えろ。ただのお人形さんじゃないんだ。お前は俺たちの親友なんだからな。記憶したか？うん。ありがとう、アクセル。もう一つ気になることがあるの。なんだ？今日、ロクサスによく似た男の子を見たの。あの男の子、もしかしたら。誰？今の誰？影に隠れてたの。322日計画。空が強い影響を与えているって話。自我を持ち、さらには姿まで変えたのは我々の計算外だったが、器としての能力は人形の方が上ということか。時は満ちた。サイクス、準備はできているのか？あと数日で。よかろう。ロクサスはどうしますか？二人はもともと空に連なるもの。どちらかが手中にあればよいのだ。このままシオンがロクサスを取り込んでも、ロクサスがシオンを倒し力を取り戻しても、我々の計画に変更はない。どちらでも空の力は我々にある。やだやだ。レプリカみたいな感じ。ロクサスの不調は続いていた。しかし機関の任務は変わらず下される。ロクサスの任務をこなす日々が過ぎていく。新しい曲じゃないですか、これ。新しい BGM。 結構進めますね。352日まで来た。一気に進んだ。このままじゃ全部ダメになっちゃう。どうしたらいいの、リク。完全に思い出したのかな、シオンは。あなたは？リクだ。空の友達だ。空を知っているの？ああ。空のことも分かってるね。ありがとう、私を助けてくれたの。どうして？さあ、どうしてだろうな。これ過去の記憶か。ちょっと過去に遡ってますね。空といつも一緒にいる女の子のこと。カイリのことか。カイリ、私にとてもよく似ている女の子。空が大切に思っている子だ。私、空とカイリーのことを覚えてるの。私は作られた人形なのに、あるはずのない記憶があるの。この記憶は一体何なの？空は今どこにいるの？それは誰にも教えられない。どうして？お前の記憶は空の記憶からできている。私が空の記憶から？
バラバラに散らばった空の記憶のかけらがお前に流れ込んでいるらしい。今空は記憶のかけらをつなぎ合わせるために眠っている。でもそのかけらが私に流れ込んできている。だから空は目覚めない。ああ、その通りだ。今すぐにお前を空の元に連れて行けば、きっとお前の中にある空の記憶は取り戻せる。あなたの友達を奪っている私が憎い？いや、ただ悲しいな。ごめんなさい。でも私は今いなくなるわけにはいかないの。大事な友達がいるから。そうだね、シオンにも。だったらお前にも考える時間が必要だ。リック優しい。考えるんだシオン。自分が本当に帰るべき場所を。私の帰るべき場所、私に正しい答えが考えられるのかな。自分の考えが正しいなんて自分だけが決めることじゃないさ。シオンにも、それからシオンの友達にも、みんなにとって一番いい答えを探せばいい。なんていいこと言うのリクは。ありがとうリク。今のこの時間はリクがくれたんだよね。どういう回を出すのか。シオンはリク優しいよね。任務で訪れたワールドでロクサスはハートレスと戦っていた。強敵に力を消耗したロクサスは一気に肩をつけようと駆け出して、読めなかったんです、すいません。しかしキーブレードの一環は金属音とともに、巡られる。そこにはロクサスとシオンのキーブレードを受け止めるアクセルの姿があった。お互いがハートレスと思い込んで戦っていた相手はロクサスとシオンだった。ロクサスとシオンを戦わせるために仕組まれた任務。アクセルは二人に真実を告げるのだった。読めたか。冷たい。3人でこうやってアイスを食べるの一戦、ありがとうございます。久しぶりだな。ありがとうございます。ここんとこいろいろあったからな。そういやお前ら、このアイスに当たりがあるの知ってるか。当たり？食べ終わったアイスの棒に当たりって書いてあるんだってよ。あったよ、さっき。結構昔だけどあったよ。まだ俺は見たことねえんだけどさ。当たりの棒あったよね、食べたよね、ロクさん。どうした？なんでもない。それより当たったら何があるんだ？そりゃ何があるんだろうな。知らないのかよ。多分当たりっつったら何かいいことがあるんじゃないか。いいこと？あー、綺麗な夕日。あー、本当だ。今までずっと見てきた同じ夕日なのに、今日は特別綺麗に見える。ずっとこうやって3人でいられればいいのに。なあ、3人でどっか行っちゃわないか。え？そしたらきっとずっと一緒にいられる。そんなことできないよ。シオンは知ってるからね。そっか、そうだよな。大切なのはみんなで毎日会うことじゃなくて、一緒にいなくてもお互いのことを考えることだよね。ちゃんと記憶してるよ、アクセル。そっか。ずっと記憶してるよ、私忘れない。なんかもう悲しくなってきたな。俺も
忘れない。なんか今の私ずっと忘れないっていうのがシオンの回な気がする。回答完全に停止してしまったな。はい。もはや一刻の猶予もならない。お前もそれを理解しているのだろう。ああ。ちょっと待って、ティッシュ。決意353日目。勝手な行動を取ったようだな。何の話だ。我々の目的に二人は必要ない。お前にも分かってるだろう。一人で十分だ。よく考えろ。ロクサスがロビーにやってくると、アクセルとシオン、シグバールがサイクスと話しているところだった。珍しい組み合わせの3人で任務に出るらしい。ロクサスはシグバールと変われないかとサイクスに申し出るが、アクセルが一緒じゃないと何もできないのかとしなめられる。不穏な空気を感じつつ、ロクサスはシオンとアクセルを読めなかったすいません。そういうことか。やめろシオン。まさかお前の姿に見えるとはな。どうしていつもそんな目で俺を睨みつける。うるさい。やっ。ごめんね、アクセル。本気なのか。お願い、見逃して。もうこうするしかないのだって。っお願いアクセル、ロクサスを守って。でもお前。お願い。ありがとう、アクセル。どういうつもりだ、アクセル。逃がしたってのはおっさんの勘違いだ。逃げられただけだ。俺の不覚だ。そう責めるな。今はこっちが残っても何の意味もない。何かあったのか。シオンはいなくなっちまった。そこの赤髪が逃がしたのさ。どういうことだよアクセル。シオンが逃げるのを指をくわえて見ていたって話。俺は部屋に戻るぜ。何があったんだよ。別に何も。何もって、シオンがいなくなってて何もなかったわけないだろ。シグバールの言った通りだ。シオンが脱走するのを指を加えて見てた。ロクサスを守りたいんだよね、アクセルはね。それが何でなのかって聞いてるんだよ。シオンはお前を映す鏡だ。言ってる意味がわからない。シオンはお前の能力をコピーする人形なんだ。何言ってるんだ。シオンが人形だなんてそんなことあるわけない。シオンはお前の鏡だ。鏡に映ってるお前がお前じゃなくなってた。そんなの当たり前だろ。シオンはシオンなんだから。そうじゃない。いつかは鏡を壊さないといけなかったんだ。それってシオンを消すってことか。答えろよ。壊さないと、いつかお前がロクサスがロクサスじゃなくなる。俺は俺だ。アクセルの親友のままだ。シオンも大事な親友なんだ。そうじゃない。そういう話じゃないんだ、ロクサス。もういい、ロクサス。そうじゃない。クサス。
え、なになんか、他の意味があるの？リク。答えは見つかったか？うん。ちゃんと見つかったよ。このままじゃ大切なものまでなくしてしまう。だから、リク、私がこれからどうしたらいいのか教えて。トワイライトタウンに、ナミネという名の少女がいる。ナミネ？どんな女の子なの？会えばわかる。見つけるのも簡単なはずだ。わかった。ありがとう、リク。さようなら。消える決心をしたんだね。354真実。ロクサスを生かすために。みんな辛い。友情はどうなってしまう？シオンが再び姿を消した。行方は分かっているのか？シオンはたかがレプリカ、人形に過ぎない。人形？どういうことだ？人形は人形だ。レプリカ計画って話？なんだそれ。レプリカ計画について詳細な説明を求める。キーブレード使いの能力を記憶のかけらによってコピーし、我らのものとする計画だ。忘却の城において進められていた我々の計画の一つ。しかし計画はビクセンの消滅で大幅な変更を強いられた。そっか、ビクセン科学者だからね。ビクセンの消滅は我々にとって予定外の事柄。さらに今回のレプリカ、シオンが自我を持つということもまた計画にはないことだった。そもそもレプリカ自身が自我を持つなどということは、忘却の城からは報告を受けていない。そうだな、アクセル。人形の動きがどうなろうと、我らの計画にもはや大きな影響を与えることはない。だが我らの秘密を知ったシオンを野放しにしておくわけにはいかない。それってどういう？アクセル、シオンを必ず捕獲し連れ戻せ。逃亡させたお前の責任だ。どれだけの傷を負わせても構わない。機能さえ生きているのであれば。脱走者を連れ戻すだと？消滅させればよい。脱走者ではない。研究対象の壊れた人形だ。いいな、アクセル。以上だ。連れ戻すなど甘い。甘すぎる。あのシオンが人形だったとはな。まったく、めんどくさいことになっちまった。末席の者には何も知らされずか。アクセル、命令は絶対だ。どうした、ロクサス。早く任務に向かえ。シオンは人形なんかじゃない。機関に人形を加えるはずがない。この席数を見ろ。我々は初めから13人だ。アクセル、シオンはもう機関に戻らない方がいいのかもしれない。本当にゼムナスの命令を聞く気なのか？じゃないと今度は俺が消されちまう。だったらせめて無事に戻ってこれるように。シオン次第だな、ロクサス。
シオンは危険だ。危険って？力は元に戻ったのか？まだ。いつからシオンのこと知ってたんだ？もしかしてずっと前からシオンのことを知ってて俺に隠してたのか？いや、アクセルも辛い立場だったよね。だってシオンのこと本当に親友って思ってたはずだもん。アンセム？あ、ここで久しぶり出会ったんだ。出会った。リク。王様。ずっと心配してたんだ。あれからどうしてたんだい？俺はずっと自分の闇に打ち勝つ方法を探しながら空の目覚めを待っていました。さっきの姿は？俺のことは心配しないで大丈夫。闇を今みたいに制御する方法をつかみかけてるから。もしかして空の記憶の修復に何か問題があるのかい？忘却の城での戦いから奴らの動きが静かだったのはメンバーの数が減って弱体化したせいじゃなかった。忘却の城で奴らが空の記憶をバラバラにしたのはあくまで準備段階でしかなかった。空の記憶を修復する時間が必要だったんだ。確かに僕もずっと機関の動きを調べていたけれどほとんど目立った動きはなかった。むしろ時間稼ぎをしているような。そう、奴らの目的は空の記憶。これまでの時間は空の記憶を吸収するための時間だった。え？おかげで空の記憶の修復はほとんど進んでいない。空にとって大事なカイリの記憶が奪われているせいで。僕も一緒に空の記憶を取り戻す手伝いをするよ。それは俺に任せて、王様。いや、ミッキー、その代わりやってほしいことがあるんだ。やってほしいこと？俺はこれから機関のメンバーと戦わなければならない。負けてしまうかもしれないし、もしかしたら闇に飲み込まれてしまうかもしれない。そしたらソラとドナルド、グーフィーが目覚めた時、もうミッキーしかソラを導いてやれない。リク、お願いだミッキー。ソラたちが目覚めたらソラたちの手助けをしてやってほしい。わかったよ、リク。リクはソラを目覚めさせるのに本当に全てを注いでるね。届かない言葉。355日目。王様からミッキーっていう呼び方変えたの、なんか理由あんのかな？レプリカ計画。シオンは俺の力を、キーブレードの力をコピーするために作られた人形。そしてシオンは機関から姿を消した。アクセルもシオンは止めなかった。アクセルは多分シオンのことはずっと前から知っていて俺に隠していた。シオンと俺は特別なノーバディ。シオンはレプリカ、人形だった。俺は、俺もシオンと同じように人形なのか？ゼムナスは俺とシオンは空によってつながり生きていると言っていた。空って何なんだ？
アクセルはシオンのことを知ってたみたいに俺のことも何か知っていて隠してるんじゃないか。アクセル。よう、ロクサス。シオンは見つかったのか？そんな簡単に見つかるわけないだろう。そうだよな。シオンのこと最初から知ってたのか？最初からじゃない。いつから？さあ、いつだったか忘れちまった。それくらい記憶しとけよ。アクセル、俺は何者なんだ？俺とシオンは特別なノーバディだ。でも機関は俺を消そうとしていた。そうだよな？ああ、そうだな。俺の力がキーブレードの力がシオンにコピーされたから俺はいらないってことなんだろう。アクセルも同じことを思ってたんだろう。それは違う。俺たちは親友だ。親友ならアクセルの知ってることを教えてくれよ。俺は何者なんだ？ゼムナスは俺とシオンは空によってつながっているって言ってた。空って何なんだよ？俺もシオンと同じなのか？お前とシオンは違う。じゃあ、真実を知ることがお前のためになるとは限らない。どうしてそんなことわかるんだよ？俺は俺のことが知りたいんだ。俺はなんでここにいるんだ？俺は何が特別なんだ？俺はなんでキーブレードを使えるんだ？自分が自分のことを知って何がいけないって言うんだよ！ロクサス、教えてくれ、アクセル。俺は何者なんだ？辛いよね、自分が分からないなんて。ロクサス、もう信じられない。ロクサス、俺は俺のことが知りたい。自分が何者なのか、どうして生まれたのか知りたいんだ。それが分かるなら俺は。俺は俺のことが知りたい。ここに俺がいる理由はもうない。なるほど。こうして出たんだ、13期間を、ロクサスは。いや、こうなるよね。知りたいよね。自分が何者なのか。うん、ここの詩覚えてる。決めたのか？なぜキーブレードが俺を選んだのか、それを知りたいんだ。機関に歯向かうのかよ。組織を敵に回したら生き残れないぞ。誰も悲しまないさ。俺は悲しいな。356日目、役目。うん、2につながりますね。あ、来た。会いたかったわ、シオン。決意の目をしてるね、シオンも。ナミネ、あなたには私の顔が見える？うん。私はどうすればいいの？シオンはどうしたい？はじめは
ずっとロクサスたちと一緒にいたいって思ってた。でも今は自分の記憶、これは自分の記憶じゃないんだよね。あなたは空でもロクサスでもない、空の記憶の中にいるカイリなの。記憶を思い出していくうちに元の場所に帰らなきゃいけないって。どうすれば帰ることができるの？空のところに帰るのね。記憶を空に返せばあなたは消えてしまう。あなたはもともと記憶を持たない代わりにみんなと記憶でつながってるの。だからあなたが消えてしまったら誰もあなたのことを思い出せなくなる。私の力でもあなたという記憶のかけらはつなぎ止めておくことができない。なんて酷な。もう覚悟はできてる、だからあなたに会いに来たの。本当はロクサスも一緒に帰らなきゃいけないんだよね。でもロクサスはまだすぐには難しいと思う。ロクサスはまだ空のことを感じていないから。ナミネ、私が消えたらロクサスのことお願い。他の人にもロクサスのことお願いしたの。私じゃロクサスのこと守れない。わかった、ありがとう。じゃあ行きましょう、空のところに。ナミネ、いかん、機関に気づかれた。ここに来るぞ。この人形の手引きか。だから操り人形など信じるなと。私が何とかする。待って、シオン。嫌な役目はいつも俺だ。シオン、お前どうする気だ？私は私が帰るべき場所に帰るだけ。俺も最初はそうするのが一番いいんじゃねえかって思った。でもなんかモヤモヤすんだよ。納得できねえ何かがあるんだ。でもこれがみんなのためなの。勝手なこと言うなよ。どいつもこいつも。これでいいのよ。消されちまうんだぞ。手加減はなしだよ、アクセル。ふざけんな！てめえ、なめてんじゃねえぞ。俺は決めた。お前らが何度逃げようが、俺は何度だって連れて帰ってやる。手間かけさせやがって。涙357日目。ああ、まさかの、まさかのここか。このシーンも見たね。どこに行けばいいのかもわからないなんて。あ、これ違う、思ったのと違かった。シオン、
ありがとう。そろそろ決めなきゃね。私の力はもうすぐ満たされようとしてる。器に入って水がこぼれるみたいに。今私の記憶はロクサスからもらったものでいっぱいになってる。ロクサスに今の私はどういう風に見える？もし違う男の子の顔になってるなら、それは私がもうすぐ人形として完成しようとしてるってこと。ロクサス、これが空だよ。私はこれからロクサス自身も取り込まなきゃいけないの。それが私の生まれた意味。君は誰？すごく大事なことのはずなのに思い出せない。それでいいんだよ、ロクサス。俺が君を傷つけたのか？私が勝手に消えようとしてるの。ゼムナスの思い通りになんか絶対になりたくなかったから、私は空のところに自分が帰るべき場所に帰るだけ。けど一つだけお願いがあるの。私が捕らえた心を、キングダムハーツを解放して。キングダムハーツを解放？もう私にはできそうにないから、キングダムハーツを、ゼムナスの思い通りには。さよなら、ロクサス。また会おうね。私ロクサスに、サスとアクセルに会えてよかった。二人は親友だもの。それだけは忘れないで。ダメだ。シオン、また三人でアイスを食べよう。すごい思い出した。どうして俺は
いいことがあるってね、言って言うくだりがありましたからね。ロクサスがアクセルにあげたのか。誰でもいい。お前に用がある。なぜ邪魔をする。お前が空の記憶に連なるものだからだ。空、また空か。これからどうするつもりだ。キングダムハーツを解放する。そして全てを元に戻す。そうすればあいつもまた三人でいられるんだ。シオンか。もはやその名しか思い出すことはできない。今、お前に無謀なことをさせるわけにはいかない。キングダムハーツを解放して、空のところへ行く。そうすればシオンが、全てが元に戻る。無策にキングダムハーツに触れても、お前の考えているようにはならない。機関に消されるだけだ。黙れ！なぜだ？なぜお前がキーブレードを？知るか。楽しそう。良かったな。悪あがきよ。どうしたソラ、もう終わりか。だらしないな。え、なんだよ、負けてるのはそっちのくせに。やっぱりあいつのノーバディか。ディーズを信じるしかないな。あいつがどうしたってんだ。俺は俺だ、俺なんだ。リク、お願い、ロクサスを止めて。何度やってもお前の負けだ。だろうな。あれをやるしかないらしい。何？俺の心に宿る力、心の力で抑えた力。俺が俺でなくなっても、
えてるよこの人。闇の力だ。彼は空を感じていた。空が憎いとでも言ったのかね。ざれ言だな。ノーバディに感情など存在しない。空に会えたら変わっていたかもしれない。ロクサス、悲しまないで。私は君と空から生まれた。私は君であり、空なの。私の記憶は消えるんじゃなくて、君の記憶と一緒になって、空に帰るんだよ。359日目、新たな始まり。またあいつの夢だ。ちょっとずつこうやって空の記憶を思い出してきたんだね、ロクサスは。海、まだみんなで行ってなかったよね。俺の夏休みはあと7日間で終わる。ああ、元の空、ドロクサスに帰ったわけだからね、シオンは。悲しくないはずだけど、なんか切なすぎるね。この3人のね、思い出を生まれてからの心とか目的がない状態、無な状態からの、なんか3人で交わることによって心を持ち始めた、なんか3人のこう経緯をこうやって物語で見てたから、だから切ないんだろうね。
や、切ない。なんかもう言葉がこうちょっと出てこない感じですね。なんかこうこの世界になんかちょっと浸ってこうしばらくなんかこうぼーっとしちゃうような感じのなんか心理状況です。途中私のすすり泣きがうるさくてすいません皆さん。お疲れ様でした。ありがとうございます。トナカイのコスプレしてるのかと思ったら号泣して鼻が赤いだけでした。なんかもう自分のなんかこう顔もちょっと見れてなかったので多分ひどい顔してそうだったから見れなかった。怖くて誰も覚えてないってのが辛いですね。なかなか記憶にないってキャラはいない。そうだね、記憶がそうだよね。改めてシオンの記憶はもう誰も持ってないんだもんね。残ってないんだもんね、シオンの記憶は。でもなんか最後のシオンがもうなんだろう、ロクサスとソラに帰るっていう風になんか決意を決めた。なんか最初すごいあの決意を決めたところが、決意を決めた時のなんか表情がすごい印象的でしたね。もうなんか本当にこれが私のもなんかこれで良かったみたいな、あ本当に良かったみたいな、なんかもう決心してるなんか表情がすごく印象的だった。だからシオン自体は悲しそうじゃなかったんだよね。なんか記憶、自分が記憶からレプリカの自分でもみんなの記憶からなくなるっていうのは多分悲しい気持ちはあったんだろうけど、でもなんか辛くはなさそうだったね。なんかそれが印象的でした、シオンの最後の決意の顔が。そしてまたこの曲、この曲がなんて合うの本当に。なんかキングダムハーツ2やってた時も言いましたけど、最初キングダムハーツをやり始めた時は、1をやり始めた時はあのもう絶対キンハーには宇多田ヒカルさんの光しか絶対ありえないと思ったけど、でこれですね、これ誰も覚えてないってのが辛い。あ、ごめんなさい、これは読ませていただきましたね。3人で 海行けるというのは、そうですね、海のシーン見れるかなと思ったけど、3人でシオンとロクサスとアクセルと3人で海に行くシーン見れるかなと思ったんですけど、水着姿も見たかったし、3人の海に黒バスローブってのも、まあそれはそれで面白かった。いや、切ないストーリーですね。これが今私あのキンハー発売順ごとにプレイしてっていますけれども、時系列としては、チェーンオブメモリーズの前ですね。キングダムハーツ1 と、チェーンオブメモリーズの間のストーリーだ。あ、あー、最後のあそこのシーンね、空が目覚めるときね。俺の夏休み終わっちゃった。7日経ったんだね。いやー、素晴らしい。もう完全に作られた、完全完璧に作られた映画でしたね。いやー、こんな神ゲー、本当に。金イコール宇多田ヒカルさん。宇多田ヒカルさん。光も、パッションも、誓いも全部いい。シークレットレポートが解放されました。ロクサスダイアリーで三角ボタンを押すことで、シークレットレポートとロクサスダイアリーの表示を切り替えられます。
ロクサスダイアリーで三角ボタン。キャラクター辞典が開放、スペシャルから見ることができる。あれ、これちょっと待ってください。タイトル画面に戻って、どっからやればいいんだろう、それ。はじめから続きから。日記みたいなもの。ロクサスダイアリーとシークレットレポートもぜひ見てみて。じゃあ、スペシャルからか。スペシャル、ロクサスダイアリー、これか。で、これで三角で切り替えられるって言ってましたね。ロクサスダイアリー見ても、ロクサスダイアリー日誌、ほんとリアル日記だ、これは。ダイヤ、まあそうですよね、ダイアリーって書いてるから日誌ってなってますけどね。ここに来て7日目、 サイクスに日誌を書くように言われた。提出はしなくていいらしい。何を書いていいのかわからない。円卓に来るように言われた。機械に14番目の新しいメンバーが来た。自分が機械に来た日のことを少しだけ思い出したような気がするけど、やっぱりよく覚えてない。シークレットレポートは何？シークレットレポート、名前は物体に意味を与え、存在意義、デイセブン。名前は物体に意味を与え、存在意義とする。新たな力を確実なものにするため、我々はリプリカ計画を実行すること。あー、なるほど。13機関の、まあ、トップの人たちの、まあ、シークレットレポートですね。まんま。モトル、すいません、ありがとうございます。ダイアリーベロブドゥ哀愁感。ただ全部読むとすごい長い。確かに確かに。これ全部読んだら大変そう。ああ、なるほどね。シークレットレポートはまあ、これどんだけあんだろう。いやー、確かにめっちゃ長い。めっちゃ長いね、これね。あれ、これムービーのこう、で流れてたあのデートと一緒なのかな？ちょっと待って、シークレットレポの、ちょっと待って、最後。え、何？ちょっと待って、3人でまた。キングダムハーツを解放して空のところへ行けば、シオンはきっと俺たちのところに戻ってくる。ロクサスダイアリーだね、これ。そうすればまた3人でアイスが食べられる。信じてたんだね。信じてたんだね、ロクサスは最後までね。え、全部読んだらトロフィーだったかな。いや、これ全部読むの結構時間かかりますね。ちょっとここでは、ここで読んだら、あの、視聴者5分後ぐらいにゼロになっちゃいますね。358日目だけ見よう。シークレットレポート。ロクサスを再び連れ戻せばいいが、空が目覚めてしまったとしても、キーブレードの勇者である以上、これまで通り心を解放し続けるしかない。仮に我々に、矛先を向けるのなら、空を捉え、またその力だけを利用すればいいだけだ。我はキングダムハーツと一つになり、大いなる存在とならなければならない。その先にある真の目的のために。我はキングダムハーツと一つになりって言ってるから、これゼムナスが、まあ、書いた感じなのかな。こだわってたからね、あの、キングダムハーツと一つになることをね。次はバースバイスリープですかな。一番最初にここに来て戻りますか。ワクワクが止まらない。これちょっとまあ気になりますね、これね。一つずつの中身がまた多分ムービー見てるだけとはまた違うね、あの、こう、心境だったりとか状況が、
情景がこう見えてくる、きそうな気がしますね。あ、本当に皆さん、こんなゲームって他にあるんですか、このムービー。てか、プレイはしてない、ムービー映画を見てたっていう感じですね。本当にこんなゲームあるのか。これはでも、こう本編っていうかサブ的な感じだから、サブ的な感じだからあれなのかな、うん、こういうムービーにしたのかな。すごい良かった。なんかゲームとゲームの合間のこのムービーすごい良かった。いやー、そしてアクセル、やっぱいい、アクセルやっぱいいやつだったな。うん、シオンもロクサスも頑張った、一生懸命生きた、ノーバディとしてね、ノーバディレプリカとして、なんか自分の目的見つけたよ。なんか短い人生だったかもしれないけどね。いや、ほんと素晴らしいな。いや、ほんと、366日は HY。たーたーたーた、懐かしいな。めっちゃ世代なので聞いてました。リコーデッドも似たような感じ。あ、リコーデッド、こういうなんか、ムービーをこう見てく感じのタイトルなんですね。なるほど。皆さん最後まで、ご視聴いただいてありがとうございました。そして最後15分ぐらいはちょっと私のなんか鼻水すする音とかがちょっとうるさくて、失礼しました。ちょっとこの次何をやるかはまだ決めてません。まだ考え中です。このこちらのゲームも本当は2回に分けて配信しようと思ったんですけど、なんかやっぱりこう感情がこうやっぱり流れるようにいった方がいいかと思ったので、もうこのまま今日1回でちょっと長くなってしまいましたが、配信が20時半までの予定がちょっと30分オーバーしましたが、皆さん最後まで付き合いいただいて本当にありがとうございました。次何のゲームをやるか決まりましたら事前にツイートで報告するかもしれないですし、もう当日配信になるかもしれないですが、ただいつも配信30分ぐらい前には、何時から配信しますっていう、何のゲームやりますっていうのをお知らせしてますので、もしよければツイッターの方もフォローいただけたら嬉しいです。早くキングダムハーツ、お疲れ様、お疲れ様です。早くキングダムハーツ3の反応を見たい。自作のバースバイスリープは難易度クリティカルでプレイするととっても感動するエンディングが見れるのをおすすめず。あ、ナイス情報ありがとうございます。私でもできるかな、私でもできるかがちょっと心配ですが、感動エンディングを見たい。雪に乾杯。またショートムービーの、材料できた。ありがとうございます。ショートムービー結果なんか号泣シーンのショートムービーばっかりになってますけどね。長い配信お疲れ様でした。皆様も本当にお付き合いいただいてありがとうございます。お疲れ様でした。それでは次回の配信も皆さんお楽しみに来てください。それではいいねと思っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。3で大感動が待ってる、楽しみにしてます。皆さんも一緒にもう一回見てくれたら一緒にこう最後まで進めていただけたら嬉しいです。お疲れ様です。それでは遅くまでありがとうございます。おやすみなさい、バイバーイ。絶対キングダムハーツの音楽 YouTube で聞きたい、聞いて寝たいと思います。今晩バイバーイ。